まさにセミ取りのプロフェッショナル。セミのプロだね。セミプロだね。なんか意味が変わってくるな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで何しに行きよんか忘れたけど、とりあえず目的は大森山のご神木へ。パッと見て左下に書いとったけん、よかったね。ん？なんか今なんて書いとったんやろ。わしの自慢のお札じゃ、欲しいなら売ってやるぞ。なんか吹き出し違う言葉書いとったね。いや、いいです。そうか、いらんか、残念じゃの。あ、ショップやった、なるほど。で、こっち側、あ、見て、屋根に猫。ん？何かが、これがめっちゃ揺れてんな。何これ、あ、ダルダルマじゃない？発見。あ、その木まるまるなんや。ダルダルマを見つけた。あー、だる、見つかっちまった。でも悔しがるのもだる、喋るのもだる。これあげるからお話終わり。お、バリウムスナックを2個手に入れた、ありがとう。なんなん、なんで気になっとったんかよくわからんけど。あれよね、前作ではそんなとこにおらんかったよね。お、さあ、ご神木の前に到着デビス。ねえ、ウィスパー、そろそろ教えてよ。ここに来て何をするの？あ、なるほど。ストーリー中でも、ここに来て何をするんかは言ってなかったんか。ウィス、実はお友達妖怪を簡単に増やす方法があるのです。ガシャ。それが、このガシャマシン、妖怪ガシャです。古い言い伝えによると、このガシャはある有名なお坊さんが作ったものだそうで、この中には数多くの妖怪をはじめとして、様々なものが封印されているそうです。つまり、このガシャから妖怪を出してお友達になっちゃえば、あら簡単、楽勝でお友達妖怪をゲットできてしまうってわけですよ。そんなに簡単にいくかな。変な妖怪とか出てきたりしない？それなら心配ご無用。このエラベールコインがありますから。エラベールコイン、え、選べるの？コイン？これって何なの？このコインで妖怪ガシャを回せば出てくる妖怪を選べるのです。へえ、便利ね。じゃあ回してみようかな。ちょい待ち、このエラベールコインは1枚しかない激レアアイテムなんです。普段はお目当てのものがあってもそれが出るかどうかは時の運。しかしこのコインはそんなの気にせずにゲットできるありがたいものなんです。ですからこのコインでガシャを回すのはよく考えてからにしてくださいね。え、何？最初の3匹的な感じ？違う？うん、わかった。妖怪ガシャのヘルプが追加されました。ガシャマシンを回してみよう。よし。この選べるコインで選べる妖怪が、その、何？最初のあの、まんじゅうのところの選択で変わってくるって感じ？元祖本家やっけ？選べるコイン。ガシャで妖怪を選べる特別なコイン。どの妖怪にするかしっかり考えよう。まあ、私は大体見た目で選ぶんで。選べるコイン使います。選べるコインを使った。ガシャから何が出るか選べる気がする。気がする。あ、ほら、最初の3匹。え、これなんや、最初の3匹。何？最初の3匹が可愛くないんですけど。グレルリン、人面犬、バクロバー。どうしようかな。ちょっと待って、見た目でも選べないんだけど。でも、消去法でグレルリンってことでよきかな。はい。よろしいです。こういうところの最初の3匹、最初の3匹にそこ？いや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 。中からグレルリンが飛び出してきた。ふう、やっぱシャバの空気が一番だぜ。なおめ、俺たちになろうぜ。グレルリンと友達になった。いや、大丈夫です。グレルリンの情報を妖怪大辞典に登録した。グレルリンに妖怪メダルをそのまま持っていくことにした。これで手持ちに入ったってことかな。そのまま持っていくことにしたってことは。ふふふ、
妖怪ガシャのこと気に入っていただきましたか？そんなに慎重に選ばんといかんほどの3体やったかな今の。え、普通にその辺で捕まえれん？よからんけど、うん、またやってみたいな。やっぱポケモンってさ、最初の3匹、まあ、そのうち野生で出てきたりもするけど、結構先で出てくるやん。今の3匹って割と初期の方で出てこん？コインを見つけたらまたやりに来ましょう。いやー、妖怪ガシャって本当にいいものですね。そうそう、妖怪たちの中にはいろんな種族がいることに気づきました？うんうん。妖怪メダルメニューに書かれたマークで妖怪に種族を確認できます。さっきのグレルインは豪傑よね。妖怪はその種族によって得意なことも変わるんです。種族の組み合わせ次第でバトルの戦い方が大きく変化しますよ。妖怪メダルが集まってきたら次はメダルの配置を考えましょう。妖怪メダルで手持ちのメダルの並び替えができます。同じ種族を隣同士でつなげるとバトル中に様々な効果を発揮します。それが陣形です。陣形は2匹より3匹つなげた方がより強くなります。陣形を意識して妖怪を並び替えればバトルで有利に戦えますよ。いろんな妖怪たちとお友達になれるといいですね。うん、ではお家に帰りましょう。あれから一回も家帰っ、あ、そんなことないよね、帰っとるよね。帰って一晩経ったんよね。とりあえずこれか。今手持ちまだ3匹だけか。勇ましプリチー豪傑、とりあえず被ってはない。割と私バラバラのやつとか、ん、なんかここに人だった、謎のおじさん。そこの地味、え、奥にある神木前のガシャ気になるだろう。いえ、まあ、あのガシャは特別なコインでしか回さないという厄介な代物じゃん。ん、待てよ、くんくん、匂うな。これはわしのヘの匂いではなく不思議なレンズの写真の匂い。ん、しかも妖怪ウォッチ2の元祖でもなく本家でもない。そう、あの名作妖怪ウォッチの不思議なレンズで撮った写真の匂い。何の話をしているんだい。なんかすごくめたいことを言っている気が。ちみ、前作の妖怪ウォッチの不思議なレンズで撮った写真を持っとるか。前作の妖怪ウォッチっていうのは1のこと？あの、元祖でも本家でもないってことは2ではないってことよね。不思議なレンズ、そんな機能があったかしら、わからん。いいえ、なんじゃわしの勘違いだったか。前作の妖怪ウォッチの不思議なレンズで撮った写真があったらいいものをあげたんじゃが。ほんじゃ頑張れよ。なるほど、前作とのこの何連動イベントみたいなのもあるってことやんね。なるほどなるほど。とりあえずなんかモブ以外、まあモブはモブやけどにも、なんだ勝手に喋りですぞ。うん、困ったな。ちょっとなんかストーリーに関係してくるというか、いや、ストーリーに関係はせんかっても何かしらある人はマップ上にああやって記されるわけやね。おや、あの人何やら困っているようですね。アイラちゃん、少し話を聞いてみませんか。青い吹き出しもしくは黄色い吹き出しが表示されている人からクエストを受けられます。ふんふん、青い吹き出しは頼み事、黄色い吹き出しはお手伝い。なるほど、なんか自主的か向こうからかっていう感じクエストには頼み事、お手伝いの2種類があります。頼み事は一度クエストを達成すると解決となってクエストは終わりです。お手伝いはクエストを達成しても同じ人から再度依頼されることがあります。周回系のやつってことやんね。クエストを無事に達成するとアイテムやお金、経験値などがもらえます。頼み事を忘れてしまったときはクエストから確認してください。クエストを選んでナビを使用すれば目的地まで青い矢印が案内をしてくれますよ。ただし天気や時間帯によっては目的地に行っても進まないことも。そう、結構条件があるやつとかね、あるんよね。そんな時には下画面の青い矢印に禁止マークがつきますのでご注意を。全てのクエスト制覇を目指して頑張りましょう。ウィス。まあでも時間経過とかあんまりね、待ったりせんでも寝て時間を進めることができたと思うけん、困っている人を見つけたらぜひ力になってあげましょう。いいことをするとやっぱり気持ちいいですもんね。
クエストをやってみよう。キークエストをクリアするとストーリーに続きが始まるよ。キークエストというのはどうやってわかるんやろ。まあ、とりあえずこれはあれですね、頼み事ってことやね。あー困った困った、どうしようかな。さあ見るからにお困りですよ。勇気を出して声をかけてみるのです。すごいわざとらしいぐらい困っとる。そうだね。すみません、どうしたんですか。ん、ああ見てたのかい。ちょっとね、セミを探してたんだよ。セミ？おじさんの子供がね、大のセミ好きなんだよ。だから明日の誕生日に生きのいいセミをプレゼントしたくてね。誕生日にセミ。ここでこうして狙ってるんだけど、どうにも逃げ足が早くてね。誕生日プレゼントにセミですか。なかなか渋い選択ですね。誕生日プレゼントにセミ。めちゃくちゃ早く死ぬけど。誕生日プレゼントあっという間におらんくなるな。しかし人の好みはそれぞれ、困っている人は見過ごせません。その自慢の虫取りテクでちゃちゃっと捕まえてあげましょうよ。もうセミってさ、割となんか手で捕まえれん。いや大人になって今の私は気持ち悪くて捕まえれんねんけどさ。うん、任せてよ。小学生ぐらいの時って普通に手で捕まえれよって気がするけどな。頼み事、セミのプロフェッショナル。おすすめレベル、レベル2。もらえる経験値16。ご褒美、おにぎりまたはハンバーガー。大森山からの帰り道。お参り参道にいるおじさんがセミを欲しがっているようだ。これは頼み事であり、キークエストであるっていうことなんかな。はい、受けます。え、君が？君、あのすばしっこいセミを捕まえられるっていうのかい？はい、任せてください。うひょー、そりゃすごい。それじゃあぜひお願いするよ。そうそう、セミといってもいろいろいるけど、アブラゼミがいいかな。アブラゼミはセミの中のセミ、一番メジャーで王道のセミだからね。アブラゼミは私すでに持ってない。あ、アブラゼミの中でもレアなやつじゃなくていいからね。アブラゼミの中でもレアなやつがいるの？むしろレアじゃない方がいい。ザ・普通って感じのを頼むよ。厳しいのか厳しくないのか微妙な注文ですね。まあでも普通に捕まえたらレアなやつじゃないってことやろ。ですが普通のアブラゼミならこの辺りの木にもたくさんいるはず。ささっとゲットしてしまいましょう。セミのプロフェッショナル発生。クエストメニューを確認しよう。もうすでに持ってない？ほらほらほら。おお君、その手に輝くセミはまさに普通のアブラゼミじゃないか。もしかして本当におじさんのために捕まえてくれたのかい？はい、オッケー、渡します。アブラゼミを手渡した。よいしょ、助かるよ。これで子供も大喜びだ。あはは、よかったです。しかし本当にすごいね、すばしっこいセミを捕まえるなんて。まさにセミ取りのプロフェッショナル。セミのプロだね、セミプロだね。なんか意味が変わってくるな。セミも手に入ったことだし、今度はプレゼント用のカゴを買わなくちゃ。なんで整えてからじゃないんだ。いやー本当にありがとう。よーし、明日はセミパーティーだ。何それ、なんかやだな。セミ一つでこんなに喜ぶ人なんて私初めて見ましたよ。セミ家で買うってめちゃくちゃうるさくない？とはいえ人助けは気持ちいいですね。ここまで喜ばれると実にすっきりです。そうだね。あ、プロフェッショナルで思い出したんですけど、世の中にはいろんなプロがいるものです。そしてプロの道を極めるとですね、なんとトロフィーがもらえるんです。トロフィー、妖怪パッドにですね、そういうアプリがあるんですよ。まだまだアイナちゃんには関係ないかもしれないですけど、いつかバトリアも一人なので本当のプロになれるかもしれません。そういう時のためにトロフィーアプリをインストールしておきますね。うん、トロフィーアプリを手に入れた。ということでこの調子でいろんな人を手助けしてあげましょう。うん、セミのプロフェッショナル、バッチリ解決。ウィス、お見事。あ、そっかそっか、経験値入るんやっけ。イエーイ。え、あ、これ選べるってこと？なんか確率でどっちかが選ぶ、なんかもらえるんかなって思いよった。え、そんな報酬選べるとかあるんや。愛情天むす、圧巻ベーグル。あ、ベーグルやった、ハンバーガーじゃなくて。愛情天むすで美味しそうなので受け取ります。
ボーナスチャンス。あ、あったね、こういうの。当たり。めっちゃドヤ顔。サポートライフ特別編を手に入れた。